この動画では、風の十賢者、カッツェリーラとエスタリオラの取得優先度について説明していこうと思います。最初に結論言っちゃいますが、エスタリオラ優先です。十賢者取得の優先順位として、アラナン、カイム、ニーヤの名前が最初に上がりますが、エスタリオラはその次に来るぐらいの唯一無二の性能をしています。まずは、カッツェリーラについて見ていきましょう。カッツェリーラは高難易度ソロでよく使われます。1アビで味方全体の防御力を 100% アップし、奥義では火ダメを土属性に変換して、さらに土属性ダメージを 20% 軽減することができます。剣種がない風マグナではよく使われていました。しかし、現在は水着コルワの方が採用されている印象が強いです。また、3アビでは味方単体に全体カバーを付与でき、アンチラの奥義には回避があるのでよく組み合わせて用いられます。破局やパラロスも回避することができます。高難易度ソロでは確かに強いですが、古戦場ではフロントで使うことはありません。使うならば、逆位置ですね。弱体効果が付与されていない場合、ターン終了時 HP350 回復です。フルオートでサブに入れておけば安定度は上がると思います。似たような効果として、セワスチアンの毎ターン HP150 回復があります。これらは同枠なので、両方入れて HP500 回復とかはできません。また、弱体効果が付与されている場合は、ターン開始時にクオン枠の攻撃力 30% アップが付与されます。クオン枠なので攻撃アップの恩恵を大きく受けることができます。特に、ナルメアは火力不足になりやすいので火力を補うことができます。付与する弱体効果としては、例えば、アンチラ1アビの防御ダウン&弱体耐性ダウン、グランデ HL ではニーヤの残失効果がよく用いられます。しかし、攻撃力アップが付与されるのは、ターン開始時、つまり攻撃ボタンを押した瞬間です。すなわち、アビダメや2プラトンには乗らないんですよね。2プラに攻撃アップが乗らないのが致命的です。しかも、古戦場ならばナルメア&水着コルワの相方はニオとか水着アニラになると思うので、弱体効果を自ら付与することはないと思います。次に、エスタリオラについて見ていきましょう。エスタリオラは周回を効率よく行うために必須のキャラとなっています。アビリティの説明文を見てもごちゃごちゃ書いていて非常にわかりにくいんですよね。簡単に説明すると、まず、エスタリオラは基本的に通常攻撃も奥義も打ちませんし、アビリティも使えません。その代わり、条件を満たすごとにアビダメが発動します。一つ目は、ターン終了時に自動発動するアビダメで、これにはディスペルがついています。二つ目は、敵が特殊技使用時に発動するアビダメで、敵に節制効果を付与します。三つ目は、火ダメ時に発動するアビダメで、味方全体の HP を回復できます。うまく条件が揃えば三つ全てのアビダメが発動し、エスタリオラだけで500万近く削ることもできます。言葉だけよりも、実際にエスタリオラを使っているところを見た方が早いと思います。今開催されている復刻イベが風流売りなので、実際に使っている周回用編成で動画を撮ってきました。それではご覧ください。この力で全て滅ぼせ。くだくだくだ逃がすか。お前たちに殺せ殺せ殺せ。殺せ殺せ敵が弱いのでアビダメ2回で終わっています。フロント3キャラの通常攻撃で 56% しか削れていないのに、残りをエスタリオラだけで削り切ることができました。今回は両面かぐやなので通常攻撃のダメージは非常に低いですが、それでもアビダメだけは安定してダメージを出すことができます。エスタリオラを使う時に一つだけ注意点があります。それは、火ダメ時に発動するアビダメについてです。単体技や多段攻撃の場合、エスタリオラが被弾しないことがよくあり、もちろん被ダメージのアビダメは発動しません。そういう時は、被ダメージのアビダメなしでも倒せる編成にしなければ安定して周回することはできません。そして、誘惑のチェーンには回避率アップがついているので、
全体技でも回避してしまい、アビダメが発動しないことがあります。また、他の主な使い道として、エスタリオラは扇を打たないことを活かして、扇軸肉厚めのチェーン数を減らすこともできます。それでは動画をご覧ください。エスパーダガラクシア、ホーリーナイトソニック、持ってくれ。このように本来4チェーン必要なところを3チェーンにして扇硬直を短くしています。また、先ほども説明したように、50% の多段アビダメで被弾しなければ3つ目のアビダメは発動しません。ちなみに、50% の10回の多段アビダメですが、エスタリオラが被弾しない確率は約 5.6%、つまり18回に1回は被弾しません。今回は説明のために3回アビダメが発動している動画をそのまま使いましたが、さすがに無視できない確率なので、実際肉厚めで使う場合は被弾しなくても倒せる編成を組みましょう。また、忘れがちなのは、エスタリオラの試験の領域です。アビ上限 10% アップが2つと、アビダメ 20% アップ、回復性能 20% アップとなっています。アビダメが大幅に上昇するので、アビ上限 10% アップかけるには必ず取得しておきましょう。試験の領域は、新世界の礎シリーズを強化していくことで取得できる数が増えていきます。エスタリオラの場合は、プレイオブテンペランスを1突にすることで、アビ上限 10% アップを2つ取得することができます。この段階ではまだ要求される素材が少ないので、EX スキル厳選も兼ねて砂箱をやっておきましょう。残りのアビダメ 20% アップと回復性能 20% アップは余裕があれば取ればいいと思います。また、エスタリオラは周回だけではなくフルオートでも優秀です。毎ターン終了時にディスペル付きのアビダメが発動し、さらに、被ダメ時には味方全体の HP を回復しつつアビダメを与えることができます。最初はサブに置いておいてフロントが落ちたらフロントに出して聖域発動でもいいですし、聖域自体がそこまで強くないので開幕からフロント採用も十分考えられます。エスタリオラは、周回からフルオートまで幅広く役割が持てる非常に優秀なキャラです。ということで、カッツェリーラとエスタリオラの性能を見てきました。最初にも言いましたが、個人的な取得優先度はエスタリオラの方が圧倒的に高いです。エスタリオラの便利さは、すでに持っている人なら全員がわかっていると思います。カッツェリーラも弱くはないのですが、古戦場とはうまく噛み合わないんですよね。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。